はいどうも、こんにちは、しまです。はい、不毛な会話です。はい、えー、不毛な会話、今年、第1弾目ですね。えー、まず、謝らなきゃいけないですね。はい。金牌2レース、予想したのですが、アップできませんでした。はい。アップできませんでしたっていうか、アップができなかったんですよね。まあ、実家に、ちょっといまして、 えー、まあそこで、まあ、編集もしたし、まあ動画アップできるような状態をしたんですけども、なんかね、アップが全然できなくて、<laughs> まあそれで、まあ結局諦めてしまったような形ですね。はい。大変申し訳なかったです。まあ、かといってですね、えー、中山金牌はですね、まあ一二着を本命対抗と当たって、まあ三連単の方はね、当てれなかったんですけども、まあいう形でしたね。はい。まああと、 まあ、京都金杯はね、惨敗でしたね。なので、まあ、あげなくてもよかったのかなと。<laughs> まあまあ、そんな困難で、今年始まりました。はい。あ、そうですね。言い忘れました。あけまして、おめでとうございます。だいぶ明けすぎていますが、はい。今年もよろしくお願いいたします。はい。<laughs> はい。えー、まあ、そんな困難でね、まあ、初めて、今年のね、不毛な会を始めていきたいと思います。はい。 えー、それではね、今回予想させていただきます。レースは、新山記念を予想させていただきます。はい。まあ、数多くね、こちらをステップアップのレースとしてね、戦ってきたね。戦ってきたっていうことも欲しいですね、えー。勝ち上がってきた馬はね、じ、数多くの G1 馬を排出しております。去年はミッキー・アイルを排出しているレースになります。なので、まあ、注目ね、されてる部分も多いと思います。はい。 ね、今年もね、何頭もそういったね、馬がたくさん出ておりますので、はい。せが秀でもね、ここ当てて、えー、3歳のね、レースに、あステップアップ、えー、ステップアップじゃないですね。はい。まあ、勢いをつけてね、当てていきたいクラシックコースに挑んでいきたいと思います。<laughs> はい。えー、それではね、えー、今回ね、足切りデータなんですけども、はい。え一、ー、つだけです。はい。 え前走オープン特別、4着以下ですね。はい。ま数字の方今出てると思うんですけども、まオープン特別にね、出走した、まあ、中でね、4着以下だった馬は、まあ、勝ち馬をね、どころか3着以内に入ってきてないというデータを、まあ、使い、ばっさり、ほとんどの馬を切らせていただきました。まあ、ほとんどってわけでもないですね。まあ、今回ですね、小頭数12頭立てになりますので、 まあ、<laughs> そこまでね、えー、枠番についても有利不利はないと思います。はい。まあ実際ね、もうちょっと頭数が多かったら、まあ馬番ね、13番より外側の馬は、まあバッサリ切っていこうかなと思ってました。はい。まあ今回は順位となってたので、ね、まあその辺は気にせず予想していきたいと思います。はい。えー、それではね、私の予想の第、えれですね、本命ですね。はい。はい。えー、 本命はですね、10番のダッシングブレイズを上げさせていただきます。えー、前奏ですね。高山、高山木、<laughs> 高山木賞ですね。すいません <coughs>。すいません。あの、ちょっと、なんか、喉がね、いガラっぽくて風邪ひいたんかなっていう。いや、ま、あそんなことは置いときましてね。はい。はい、えー、前奏ですね。高山木賞2着ですね。はい。まあ、 カチウマとね、タイム差がないっていう。えー、首差だったっけな花沢だな,なんかね、どっちかと忘れちゃったんですけども。はい。えー、花沢ですね。はい。はい。花沢の2着に敗れているような形ですね。はい。まあ、この馬ですね。はい。えー、まあ、何で有名になったかっていうポイントですよね。まあ、一番人気に今回なるとは思うんですけども。えー、イエス、高スイエス騒動。イエス、高ソ騒動ですね。はい。 まあ、そんなんでね。<laughs> まあ、有名になってしまったお馬さんなんですけども、まあ、それをね、払拭するような新馬戦の勝ち方ですね。いや、これは強いと思うぐらい、すごく強い勝ち方をしたのがとても印象的でした。まあ、クラシックロードもしっかり乗ってくるんだろうなっていうのを、会話見るような走りでしたね。まあ、前走が、まあ、惜しくも破れてはしまいましたけども。はい。まあ、今回ね、え、相手もね、 そんな変わらず。まあ、一応格上条件のね、レースにはなるんですけども、全然勝ち負けしっかりできるような馬と、ローテーション的にもね、まあこの馬がね、一番いいと思います。で、暗状は、えー、クリシアン・デムーロ・ジョッキーです。はい。さらに安心して二重丸を打てるような形だと思います。はい。え、それでですね、まあ、調教もね、とてもよく走っていました。はい。まあ問題ないでしょう。はい。まあタイム。 問題ないですね。もう動きもとても素晴らしかったと思います。はい。なので、ね、安心の二重丸で、一番手に上げさせていただきました。はい。えー、二番手ですね。はい。えー、九番のグアンチャーレを上げさせていただきます。はい。えー、前走トースポ二歳ですね。を七着ですね。はい。 えー、トップとですね、0.3秒差の7着。まあ、ほぼね、そんなにタイム差がなかったので、この7着はね、まあ、着順以上に、まあ、いい成績だと思ってくれればいいと思います。はい。まあ、実際ですね、前走、えー、前々奏ですね、ハキステイクスをまあ、3着にしっかり入ってきてますので、まあ、京都はね、良さそうだなとは思います。はい。 はい、えー、で、まあ、安城もね竹ジョッキーになりますので、まあ、特に京都のコースはね得意とされているジョッキーですので、まあ問題なく、えー、一応、ですねコメント、新聞かなんかのコメントで、スタート出てくれればって言ってました、はいまあ、前走がそれで負けてますんで、ちゃんと出てくれれば、まあ勝ち負けはできるっていうことを、まあ、考えていらっしゃってるみたいですね、まあまあ、要するに先行するという意味なんですけども。はい やはり、前残りをね、やっぱ注意してるんだと思いますね、やはり。はい。まあ、そのいう部分でも、スタートさ出てくれれば、まあ、しっかり勝ち負けもできる一トだと思いますので、2番手に挙げさせていただきました。はい。あ、ちなみにですね、えー、調教ですね。はい。まあ、調教は良かったです。はい。えっ、ー、と、負荷もな、負荷もないですに、まあ、要は、なんですかね、全体的にね、良かったなとは思います。タイムもね、早いのですので、はい。 え次、3番手ですね、はいえー、6番のクイーンズターフを上げさせていただきます、はいえー、前奏新馬戦なんですけども、まあ、この馬、珍しくですね、えー、ディープインパクト3区なのに、えー、前奏新馬戦をダートを使っているっていう、ま,あ、また変わった、ね、特殊なところなんですけど、<laughs> はい まあ、そうですね。まあ、よ、まあ、なんでダート使ったのかっていう、まあ、部分だとは思うんですけども、え母、ー、ですね。母は,は,は,はの血統がファーザっていう馬なんですけども、まあ、母親もそうだったんですけど、まあ、ダート血統だったという、<laughs> はい。まあ、いう部分が、まあ、大きいと思います。はい。まあ、それを見越してですね、 まあ、ダートを走らせたんじゃないのかと、まあ言ってる人もね、数多くいるみたいですけども、うん、まあ実際どうなのかね、よくわかんないですけども、はい。まあ実際、近親は、あれですかね、ダートバーばっかりですからね、はい。まあそういうのも入れて、ダートを走らせてみた、なと思います、はい。まあ珍しくね、ディープインパクトサンクなのにダート、シンバに1着取ってますからね、はい。 はい。まあ、それはね、差し抜いてね、えー、調教もね、とてもよく、ディープインパクトサンクがね、この京都のマイル、走りに決まってるじゃないかと思う部分で、まあ、3番手に選ばせていただきたいような形になります。はい。えー、次ですね。えー、4番手。えー、4番のレインイングランドを選ばせて、えら、えー、間違えましたね。失礼いたしました。レイン、イン、えレ、レ,イレイン、レンイン,イン,イン,イングランドですかあ,あ、ん <laughs>。 すいません。レン・イングランドを選ばせていただきます。はい。はい。えー、前奏ね、クリスマスを、えー、一着ですね。はい。まあ、たんたんってこう、連勝して上がってきてる、まあですね。はい。まあ、前々奏はダートを使っているような形ですね。はい。まあ、ちょっとね、あのー、 どうなんですうねまあちょっと距離にね、不安がだいぶある僕は馬だと思います。まあなんでここに選んだかっていうのはまあオープンのカチューマ、ね、だからという面もあるんですけども、えー、ジョッキーがですね、浜中ジョッキーですね。はい。やはりね、マイラー浜中という、ね、言われるぐらいね、マイル戦、特に京都のマイル戦は本当に強いです。はい。 多分、本当に、ここは本当に得意なんだろうなっていう距離だと思いますので、まあ、その安情がね、乗る、まあ、まあ、距離がね、ちょっと不安はあるんですけども、まあ、その辺をね、技術でカバーしてくれるんじゃないかと思います。はい。まあ、ちょっとね、気になる一頭ではありますね。まあ、勝ち負け、ね、はもうあわよくは勝ち負けもいけると思いますので、まあ、その辺をね、安情がどうさばいていくかのかっていうのがポイントになってくるのかなと思います。はい。 まあちょっとね、えー、後半2頭がね、ちょっとダート使ったりとか、両、ね、いう、まばっかりだったんですけども、まあ、いかんせんちょっと予想があれですね。結構難しいかったような、私ですかね。<laughs> はい。まあまあ、この4頭を、まあ選ばせていただきました。はい。えー、それでは、えぇ、ー、買い目ですね。はい。 えー、今回も、えー、3連単の2等軸マルチで買わせていただきます、えー。10番と9番を軸にして、4番、6番、11番を買わせていただきます。はい。今回は、えー、流し3点、サブ6、18、えー、18点で勝負したいと思います。<laughs> はい。まあ、追加したね、11番のロードフェリーチェ。はい。 まあ先ほど言ったね、内容の中にね、ちょっと4着以下に当てはまってしまうんですけども、えー、まあ一番ね、唯一可能性がありそうだなという馬をまあ、チョイスさせていただきました。はい。まあちょっと外枠っていうのがね、気になる部分もあるんですけども、やはりハービンジャー3区っていうのはね、やはりこれからね、押していく必要性のある馬なのかなと思い、はい、選ばせていただきました。はい。 えー、まあそんなこんなでね、まあ新参記念のね、予想の方を終わりにさせていただきたいと思います。はい。まあちょっとね、ま、まあ、ちょっと噛んだり間違えたりっていうねあ、レイ、レイングランド、レイングランドですね。はい。あじゃあレイングランドですね。レンイングランドですね。レンイングランド。違う、ノートでこう控えてるんですけど、 ノートが間違えてましたね、そもそも。<laughs> ああ、なんかもう難しいですね。グアンチャーレとかもちょっと言いにくい名前の馬が最近増えてきましたからね。いやこれ、間違えずにこう喋れるね。やはりアナウンサーの方々とか素晴らしいですね、やはり。さすがプロだなと思うような次第でございます。はい。<laughs> まあね、そんなこんなでね、えー、予想の方は終わりにさせていただきます。はい。 えっと、今週ね、2本、えー、レースが、3歳のレース2本あります。もう1個、もう1個がですね、フェアリーステークスの方も、えー、土曜日あたりに予想、発表されますので、明日ですね。はい。予想しましたら、また上げさせていただきますので、そちらの方もよろしくお願いします。長々聞いていただき、ありがとうございます。参考にしていただけたら幸いです。ありがとうございました。